止まりませんどうしよう I want you, I need you, anything 言葉では表現しきれないどうする君が笑うそれだけで息するの忘れそうそんなことにも君は気づかず思わせ無理なさりやめてよ他の子も同じように話しかけてるのかなそんなのやだお願い振り向いて私だけ大好きな I love you I love you 今まだただ思い my heart 言葉よりも同じ時を感じてたい誰よりも I love you I love you 運命が会うたびにそこに切ない空に君を別に何もないけど飛ぶ力で人に誘わせよう僕の僕も間違ってない君のこと考えると一日も終わっちゃうそこ朝起きて眠るまでオールデイ君だらけおかしいね私たちのオリジナル曲の Eyes on You でした。で皆さん楽しんでますか、あれちょっと声小さいよね。もう一回いきますよ。楽しんでますか、ありがとうございま す。改めましてこんにちは。私たち自由が丘プリンセスです。はい、私たちのことを知ってる方も知らない方も、いらっしゃると思うので自己紹介をさせてください。はい、最年少でマイペースな中学1年生のリナです。リナありがとうございます。ポップコーンのように弾ける爆発系女子中学3年生のリホです。リホ、はい、先日髪の毛を切ったら千と千尋に出てくるハクに似てるなと言われたヒラコです。中学2年生です。お願いします。ヒラコ、はい、ダンス大好き洋服大好き中学3年生リーダーのエルモです。エルモありがとうございます。はい、昨日予防接種を打ったらこんなんになってしまった中学2年生のユリナです。ぜひ覚えて帰ってください。お願いします。ユリナ、はい、今日だけじゃ覚えきれないよって方は私たちのホームページ、ブログ、ツイッター、フェイスブックをご覧ください。そして見るだけでなくイベント後の感想などもブログのコメント欄に書いていただければ嬉しいです。あわよくばいいねも押してくださったら嬉しいです。お願いします。東京都健康プラザハイジア、ここでライブをするのは私たちが今回2回目となります。今日も呼んでいただき本当にありがとうございます。今日は精一杯皆さんと楽しみたいと思っているので頑張りたいと思います、はい、では次の曲に行きたいと思います。
次は2曲続けて聴いていただきます。1曲目は私たちの大好きなアーティストのブリトニー・スピアーズさんのカバー曲でウーララです。2曲目は千葉テレビさんの高校野球ダイジェストのオープニングテーマソングとして使っていただいた曲で君だけのイマジネーションです。では聴いてください。Thank you.
ハートビートという曲を選ばせていただきました。この曲は、私たちこの5人で振りを作ったということもあり、とても思い入れの深い曲となっています。はい、この曲の途中でですね、皆さんと一緒に盛り上がれるポイントが一つあるので、今から私たちがやってみるので、皆さんもねしてやってみてください。それでは皆さん、まず右手を高く上に上げてください。もっともっともっと真ん中上がる方、せっかく天井も高いんだから、もうちょっと手を、それ無理、ありがとうございます。そう、上げた手を前に、1、1、2、1、2、1、2、1、2、回して、もう一回、1、1、2、1、1、2、1、1、2、1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 、
しいです。では最後の曲です。加藤ミリアさんのハートビートです。はい、聴いてください。止まらないミュージック。
today.